適正な馬体重ですね。いい仕上がりです。ご用でしょうか。ご用でしょうか。ご用でしょうか。二番人気です。ただいまより投票受付を開始します。大勢のお客さんの白い息がスタートの時を待ちわびます。新年最初の G1 ウィーナーは果たしてどの馬でやりましょうか。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。2番東証フリークが先手を取りました。外を通りまして北方ダルマへハッピースプリントがかわしていきました。片野プリンセス。8番ラウンフォルセ、外から行こうというところ、内を通ってサミットストーン。それからもう1頭11番一心同体当選ガラスが並んでいっています。そのうちにアントニオプサ、12番ムスカテールフォーティファイド、そしてしんがりから風の子でやります。もう一度前の方でやりますが、
これが先頭、東証フリークであります。それから離されまして、ハッピースプリント、外から1頭8番ラウンフォルセ、そして一番人気の北方丹前、なかなかいい感じ、カタノプリンセス、そしてその外に11番一心同体、内を通りましてサミットストーン、アントニオピサが並んでいます。外を通って当選ガラス、そして内からは12番ムスカテール、それからフォーティファイド、一番後ろに風の子であります。2番東証フリークがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にハッピースプリントであります。ラウンフォルセがその後ろ、一番人気の3番北方丹前、三浦騎手どのあたりで動くんでしょうか。その外11番一心同体、さあ川崎競馬場は大歓声であります。先頭東証フリーク、足が止まった、北方丹前が差を詰めてきた、北方丹前先頭に立った、一心同体が差を詰めてくる、さあ抜けました、北方丹前先頭、三浦騎と北方丹前、北方丹前一着、川崎記念勝ったのは3番北方丹前だ。確定しました。レースを終えた何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。
いい仕上がりです。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。名物の急坂は各馬の底力が試されます。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。菊のソル先頭内を通りまして、6番カタノプリンセス、サタノプリンシパルがかわしていきました。第1コーナーに向かいます。12頭東証フリークが上がってまいりました。この辺りちょっと離れている1番マスクトヒーロー、その後ろでやりましょうか。3番ロイヤルクレスト、その外スーッとマイネルクロップが上がっていきました。サンレイレーザー、その外からはダノンカモン、それから一心同体、そしてその後ろから2番スロル、しんがりから11番ベルゲンクライ。さあ先頭の方、先頭行く黄色い帽子はサトノプリンシパル、先頭はサトノプリンシパル、サトノプリンシパルが抜け出した。さあ先頭はサトノプリンシパルがカンバシンリード、マイネルクロップがかわした。先頭柴田とマイネルクロップ、内から1頭マスクトヒーロー、先頭は10番マイネルクロップ、1着マイネルクロップ。惜しかったですね。1着、当番、2着、1番、3着、6番。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。